どうも、ルカです。今日紹介するのはこちら。エイリアン SSS プレミアムビッグフィギュアエクストリームバージョン。これは UFO キャッチャーで撮りました。箱からすでにめちゃくちゃでかいんですよ。わかりやすいようにブルーレイのケースと比較するとこんな感じです。箱はもちろんでかいんですけど、中身はこちらです。やばくない？このサイズ感。箱よりもでかい。尻尾をまず組み立てて、こいつに刺すじゃないですか。この触手みたいなやつらも、こういう感じで一個ずつ組み立てるようになってました。中から取り出す前は、組み立て式だと思ってなかったんで、この箱に収まると思ってて、そしたらまさかの箱よりもでかいフィギュアが出てきたと。迫力あんな。エイリアンアイソレーションのゲーム配信をしていた時に、ちょうどこいつをゲームセンターで見かけて、わ、これは撮るしかないなと思って、結構金かかったんですけど、頑張って撮りました。この頭、スケルトンになってて、中が見えるようになってます。配信を見てくれた方ならわかると思うんですけど、エイリアンアイソレーションに存在している進行不能バグというものがあって、そのバグに僕ハマってしまって、ゲームを進めることができなくなってたんですよ。で、そんな時に、こいつを見つけて、UFO キャッチャーで撮って、そしたっけ次の日、進行不能バグを回避することができたんですね。だからこいつはゲーム内では敵ではあったけど、現実世界では俺を救ってくれた守り神のような存在ですね。でもちろん自立するんで、家の中に飾っておくとね、すごい迫力あってかっこいいです。ということで短い動画となってますけど、まだエイリアンアイソレーションの配信を見ていない方は完結しているので、ぜひそちらもお楽しみいただければなと思います。ということで今回はエイリアン SSS プレミアムビッグフィギュアエクストリームバージョンの紹介でした。以上、ルカでした。また次回お会いいたしましょう。バイバーイ。